京都水族館に行ってきました。お土産はこの山椒魚のポーチです。1050円になります。山椒魚のポーチよく見て、おめめ。このポーチはお口がだいたいこんな感じで、お口が開くポーチです。こちら iPhone4S になるんですけれども、 iPhone をキュッキュッと入れてファスナーが閉まるくらいの大きさです。カラビナもついています。そしてお腹の側もこのような柄になっています。京都水族館のお土産として、後ろにも発売元京都水族館って書いてありますね。山椒魚のお土産は他にも大きなぬいぐるみもたくさんあるんですけれども、こちらが使いやすいかなと思って紹介してみました。